はい、皆さんこんにちは。ジャパンサイファイの J です。今日解説していくのは水星の魔女モビルスーツ相関図。登場するモビルスーツの開発系譜や勢力、製造メーカーなどなどが一発でわかります。これさえ見れば本編に登場するモビルスーツの名前や特徴がすぐに分かって、水星の魔女が44倍楽しめちゃうわけなんですね。ハッピーバースデー。劇中にモビルスーツが登場してきた時に、もう友達がね、友達と一緒に見てる時に、このモビルスーツはミカエリス・サト、まあ、言えちゃうわけなんですよね。そうすると友達もびっくりするわけですよ。お前なんで知ってるんだってなるわけですよね。はい、というわけでね、まあ、そんな風に友達に尊敬されたい、ないしは友達に嫌われたいという方、ぜひこの動画を見ていってください。はい、というわけでですね、もう水星の魔女、色とりどりのモビルスーツありますからね、一体どの会社がどのモビルスーツを作ったのかというのをね、把握しておくのはとっても大事なことです。はい、というわけでね、水星の魔女本編を楽しむためのモビルスーツ系譜図解説いきましょう。はい、まず大事なのはベネリットグループですね。はい、いつだってベネリットグループが大事ですね。デリング・レンブランが総裁を務めるベネリットグループ、こちらは軍産複合体になっています。複数の企業によって構成されているんですね。その中でもジェターク社、グラスレー社、ペイル社が業績がいいという会社というところでね、第1話で褒められてましたよね。その中でもジェターク社が一番業績がいい会社になってきます。それではモビルスーツの系譜図を解説していくためには、まずは過去編から見ていきましょう。過去編に登場したモビルスーツはドミニコス隊ですね。ガンダムを撃破する部隊です。その中でも量産モビルスーツはハイングラ、そして専用モビルスーツとしてベギルベアが投入されました。ベギルベアの登場者はケナンジ・アベリーですね。このハイングラは複数機投入されて、ガンダム、ルブリス、量産試作モデルと交戦しました。このハイングラ非常に特徴的ですね。あのビームライフル持っているんですけれども、ビームの色はピンクですね。さらに放たれたガンビットに対してシールドに装備されている4連ビームマシンガンのようなもので対抗していましたよね。過去編の量産モビルスーツなのに、ここまでビームライフルだとか縦に搭載したビームマシンガンまで装備しているなんて、まあ、かなり充実した量産機ですよね。なのでこのグラスレーディフェンスシステムズ社の量産モビルスーツ、非常にバランスが良い機体なのではないかなというふうに考えています。そしてその中でも特化型と呼ばれているのが専用モビルスーツビギルベアですね。この機体はアンチドートを積んでいます。戦場で最強だと言われているガンダムというのは、人体と機体を接続したガンドフォーマットの機構によって動作しています。そのリンクを断絶させることができる、まあ、要はハッキングのようなものですね。ハッキングのようなものでガンダムを倒すことができる対ガンダム専用のモビルスーツベギルベイですね。このベギルベイは背面にですね、ノンキネティックポットというものを装備していて、このノンキネティックポットから非運動エフェクターというね、もう波動のようなものをガンダムに浴びせることで、ガンダムのビット兵器だとか機体の接続を切ってですね、もう操縦不能状態に追い込むことができる。さて、このドミニコス隊はユリシーズという宇宙戦艦のようなものに登場していましたね。はい、ここまでが過去編のグラスレー社というところでした。そしてでは現在に目を戻してみましょう。現在はですね、やはり3つの会社、ジェターク社、グラスレー社、ペイル社というところがポイントになってきます。まずは過去編からのつながりでグラスレー社を解説していきましょう。グラスレー社の新たな量産モビルスーツはハインドリーですね。一体ここで何年経っているのかというのはまだ分かっていませんが、やはりハイングラからの直径のモビルスーツのように見えますよね。大型のビームライフルはなくなり、ハンドガンのようなものになっています。盾というのも小型化してですね、ビームマシンガンというのが、ね、なくなっていますよね。特徴的なのはハインドリーですね。もう騎士のような加工をしているわけですよ。さらにシールドとハンドガンと、そしてこのランスですね、この巨大なランスが連動している、まるでダインスレーブのようですね。おそらくは量産モビルスーツではガンダムに全く太刀打ちできない。では量産モビルスーツでガンダムに勝つにはどうすればいいか。そう、ランスで一撃で射抜いちゃえばいいじゃないというところですね。まあ本当にそういうコンセプトなのかというのはね、本編見ないとわからないんですけれども、まあ、巨大なランスというのはね、なかなかかっこいいですね。さて、グラスレーディフェンスシステム社の専用モビルスーツ、ミカエリスですね。ミカエリスに登場するのはアスティカシア学園のパイロット、シャディク・ゼネリーですね。あの金髪の男の子ですね。あのガンダムを見た時にニカって笑ってた金髪の男の子なんですけど、彼はモビルスーツパイロットとしても優秀で、さらに会社でも業績を上げているっていうね、いや、あなた学生なの?という人がね、乗ってるわけなんですね。さて、このミカエリス、やはりベギルベーからの、まあ、直径発展機なのではないかと考えられます。このベギルベアンチドートを持っていましたので、ミカエリスも、まあ、おそらくはアンチドートのようなものを積んでるんじゃないでしょうか。さらにこのミカエリスの腕部には、まあ、ロックバスターのようなものが装備されていますし、さらに構造が似てるので、もしかすればビット兵器であるという可能性もありますね。まあ、ガンプラの映像ではビット兵器のようなものになってはいなかったんですけれども、私はこれがまだまだビット兵器であるということにかけています。
そしてグラスレー社のシェルユニット搭載モビルスーツベギルベンデですね。まだ本編には登場していませんが、こちらも同じく名前の通りベギルベウからの発展機だと考えられるでしょう。パイロットは誰なんでしょうかね、わからないですね。ケナン・ジャベリーが続投してくれるなら私は嬉しいですね。はい、ここまでがグラスレー社、グラスレーディフェンスシステムズ社でした。グラスレー社はですね、他の会社に比べてですね、やはり実際にガンダムを撃ち取ったという実績があるので、本編の時代でもどのようにガンダムを倒していくのかというところが非常に注目ポイントですね。さらにベギルベンではシェルユニットを搭載しているので、このシェルユニット一体どこから来たのか、そして人体との接続が必要なのかなどなど、まあ、かなりね、興味深いところですよね。さて次に解説していくのはジェターク社、そう負け犬の会社ですね。まあ、負け犬とは言いつつも第1話では業績1位の素晴らしい会社でしたね。そしてジェターク社の量産モビルスーツというのはディランザーですね。他の会社よりも明らかに重厚なモビルスーツ、重モビルスーツを開発しています。このディランザっていうのはあえて設計の余剰を持たせることですね、重モビルスーツならではの多彩な装備を持っているというところですね。ガンプラでも大きなアックスだとかそういったものを装備している機体がありましたよね。さらにこのディランザ、ガンダムエアリアルと交戦するシーンが予告編にあるんですが、もちろんですね、エアリアルのエスカッションを受けると、まあ、爆発していくんですが、一部の機体は縦でビームを弾いていましたので、もしかしたらエアリアルに対しても互角の勝負を挑めるほどのポテンシャルがあるんじゃないかというね、面白いモビルスーツになっています。さて、まあ、ディランザね、活躍してくれるんでしょうか。そして解説したいのはこの専用モビルスーツ、グエル専用ディランザですね。このグエル専用ディランザはディランザから発展した機体になっています。全身ピンクに塗り込められていますし、機体の各部がチューンされているわけですね。まあ、登場者グエルの性格を表すように背面には大型のブレードだとか装飾が頭部に装備されているわけですね。この重モビルスーツならではのホバーと機動力を生かした突撃戦法はかなり脅威でしたよね。そしてジェターク社製のモビルスーツだと思われるダリルバルデですね。このダリルバルデも同じくシェルユニットを搭載している機体のように考えられます。このね、ジェターク社もシェルユニット搭載機が出てくるということはですね、まあ、やはり、グエルさんがこれ乗るんじゃないかなというふうに予想できます。はい、それでは次はペイル社ですね。このペイル社、まあ、一番怪しいペイル社なんですけれども、このペイル社の量産モビルスーツはザ・ウォートですね。これ量産モビルスーツの中で一番設計が私は好きですね。この細身の感じで、そして脚部が長いんですよね。なんかアーマードコアみたいな感じですよね。そしてペイル社が特徴的なのは空中戦ですね。空中戦に強いというのが、あのこの背部のスラスターから分かりますよね。この大型スラスターというところがあるので、でその設計というのはガンダムファラクトにも共通していますよね。専用モビルスーツガンダムファラクトっていうのはね、もう明らかに1機だけね、ガンダムって明らかにこう否定されたモビルスーツの名前をつけていますから、このガンダムファラクトもかなり気になります。そして全身には同じくシェルユニットを搭載しているので、ペイル社は他の会社と比べていち早くシェルユニットを搭載しているような、そういった機体なのかもしれませんね。さらにこのガンダムファラクト装備しているのはビームスナイパーのようなものを持っていますから、スナイパータイプの機体であるということが推察できます。でさらにですね、第1話で確認されたのはイーストコットのカペルクーですね。このカペルクーに乗っていたパーカーというパイロット、劇中のスコアボードにはイーストコットと乗っていたので、まあ、イーストコット社なのか、まあ、イーストコット寮なのかわからないんですけれども、おそらくイーストコット社のモビルスーツがカペルクーなのでしょう。まあね、あのいろいろこうビームライフルピチュンピチュンって撃ってたんですけど、まあ、グエル専用ディランザでね、ボッコボコにされたっていうね。そして虫の声で謝らなきゃいけないってどういうことなの、何の虫なんだろうね、スズムシとかそういうあれなのかなというふうにね、ぜひこの虫の声わかる人教えてください。私の考察だとこの虫の声っていうのは何かこう、なんでしょう、別称なのかなと思っていて、こう例えばこうスペーシアンからするとアーシアンは、まあ、地球に湧いた虫だとか、だからこう地球人の言葉で謝れよみたいな、なんかそういうことを言ってるのかなと思ったんですけど、まあそんな深い意味はなさそうですね。はい、そしてお次に紹介するのはその他の兵装、その他の兵器兵装ですね。まずはフライトシステムですね。フライトシステムはティックバランが今現在判明しています。ザ・ウォートがまあ乗り込むような、まあ、そういったフライトシステムのようですね。まあ、フライトシステムがあるということは、やはり大気圏内での戦闘シーンというのもあると考えられます。そしてお次はその他のモビルポットとモビルクラフトですね。この第1話でも他の兵器が登場していましたよね。モビルクラフトはまあ先生の説明で出てきた一瞬のシーンでしたけれども、4本の腕を装備し2足歩行の機体というのがあるようですね。まあ、さらにモビルポットですね。オッゴのような、まあ、こういう黄色いあの兵器なのかメカニック用の機体なのかわかりませんが、まあ、こういうようなものもこの世界にはあるようですね。まあ、さらに判明しているのはエアリアルの追加兵装ですね。ビラソール社製フライトユニット装備にですね、この
ミラソール社製の装備っていうのはエアリアルの背面に装備されていますから、これが出てくるということはやはりですね、もうザ・ウォートが乗ったティック・バランとね戦うみたいな、そんなシーンがね予想できますよね。さて、あと解説したいのはアスティカシア学園の訓練用モビルスーツですね。デミトレーナーとデミトレーナーチュチュ専用機というのがあります。このデミトレーナーすでに旧世代モビルスーツなんですけれども、ニカ7ナによってレストアされチューニングされた機体というのがこのデミトレーナーチュチュ専用機ということですね。この訓練用モビルスーツが出るということはね、やはり訓練支援が出るんだと考えられますが、こんな旧世代モビルスーツで戦闘なんて出たらパンチランさん撃破されるんじゃないですかね。さて、お次に解説するのはお待たせしましたガンダム系列ですね。さて、ガンダム系列というのは過去編のオックスアース社から始まっていきます。オックスアース社はプロローグの画面を確認する限り最低でも5機ルブリス量産試作モデルを開発量産していましたよね。さらにその前でもガンダム反対派が出てくるほどには大量のガンダムを生産していたようです。その中の一つがガンダムルブリス量産試作モデルですね。さらにガンダムルブリスですね、 AI を搭載していると考えられるエリクト様や4歳が敵を撃破したガンダムルブリスですね。ガンダムルブリス量産試作モデルは背面にガンビットを20機装備していますね。このガンビット20機は、ビット兵器でありながらガンビットが敵に直接付着することによって敵を撃破するという戦い方でしたよね。このルブリス量産試作モデルとハイングラの戦いは非常に迫力がありました。そしてこのガンダムルブリスのガンビットはさらに進化していますよね。ガンダムルブリスが持っているのはコンポガンビットシールド、ガンダムルブリスが装備しているガンビットというのは攻撃機能の他にも防御だとか機動性アップの機能が搭載されていますよね。そしてこのガンダムルブリスから発展ないしは同一機だと考えられているのはガンダムエアリアルですね。この正体は判明してはいないものの、ガンダムルブリスと関係があるのは間違いないでしょう。そしてこのガンダムエアリアルを開発したのは新世開発公社ですね。この名前も一体何なのかもう全く分かりません。この新世開発公社一体どんな会社なのか全く分かりません。アドステラの世界におけるアナハイムエレクトロニクスのような会社なんでしょうかね、謎です。そしてこのガンダムエアリアルが装備するのが先ほど紹介したミラソール社製フライトユニット装備ですね。そしてお次に気になるのはこのガンダムルブリス系列ですね。もうね、ガンダムルブリスあなたどうしちゃったのというぐらいね、もう魔改造されているのがガンダムルブリスソーンとガンダムルブリスウルですね。もう特にガンダムルブリスソーンなんてもう足がめちゃくちゃ短い高機動型なのか何なのか、足が短い高機動型のようなもうすごい見た目してますよね。そしてガンダムルブリスウルは重装型のビームガトリングみたいなのを持った巨大な重装型のガンダムですね。ガンダムルブリスとルブリス量産試作モデル、そしてルブリスソーンウルの明確な関係は判明していませんが、私の予想だとガンダムルブリス量産試作モデルその一部が回収されてガンダムルブリスソンやガンダムルブリスウルになったんじゃないかなと思います。っていうかガンダムルブリスってめちゃくちゃ言いづらいですね、はい、というわけで現在判明しているモビルスーツ、そして機体、兵装等々の解説でした。これさえ分かっていれば本編に何か新しいモビルスーツが登場した時に、あ、これはジェターク社だ、あ、これはグラスレー社だと一発で分かるわけなんですね、ぜひこちらの系譜図をもとに本編を楽しんでみてください。このチャンネルでは毎週ガンダム水星の魔女を徹底的に解説していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん次の SF でお会いしましょう。